はい、続きやっていきましょう。痕跡、最後に読んだ箇所と書いてあるのは、これは、次に進んでしまって一回戻ってきた状態なので、こういう文がついてます。不思議だよね。いきます。うん、このタイトルだけ見た。痕跡、痕跡なんの？注射痕。ハウレスさんとフェネスさん、無事に毒数を見つけられたでしょうか？見つけられたよ。あの二人ならできる、きっと。信じてる。じゃあ気休めに問題出す。ででん。問題です。空を飛べない鳥とはどんな鳥でしょうか？3、2、1。正解はニトリ、あとカトリ、あとトリンドリルレーナ、あと鳥。あ、だから正解は色とりどりでした。さあな、何せ昔の話だ。あー、そっか、埋まっちゃってる場合も全然あるんだよね。俺も地図を見ただけじゃ正確な場所までは分からん。はあ、ずれてる可能性はあるの？この町が地盤沈下で沈んでる可能性もあるのか。そうなの？それなら、なおのこと一緒に行った方がよかったんじゃ。何かあるんだよ。どうして屋敷に残ることにしたんですか？いや、これはもう、だって探偵が何か睨んでる時に相方キャラに裏回ししといてって頼んでる時のテンションだったもん。うん、理由ならさっき言ったろ。そうですね、ごまかしてるのは僕でもなんとなくわかりました。あ、わかったんだ。はい、だってボスキさんは予言とか気にしないですし、めんどくさくてもやることはちゃんとやる人ですから。うん、だから本当の理由がとても気になります。あー、ムーちゃんでも感づかれてるってことは相当嘘下手だね。僕じゃない、俺もちょっと気になる。ったく、やれやれ、気にするなと言っても聞かなそうな目をしてるな。いや、聞きたいよ、ボスッキー。ネタバラシして。はあ。別に大した理由じゃねえよ。ただ、今朝、主様の様子が少しだけ変だったんでな。だから？あれ？あ、私？そうだったんですか？ああ。悪い夢でも見たみたいに汗をかいた。見てないよ、全然。そのことがどうも引っかかってな。それでなんとなくそばを離れない方がいい気がしただけだ。いつも よだれ垂らして夢の中で追いかけっこしてた私、布団の中で。そうだったんだ。まあ、どんな夢だったかなんて聞くつもりはねえし、わざわざ他の連中に知らせるような話でもない。まあ、確かにプライベートに関わるしね、そういうこと。主様、ただ俺がそばにいる限り主様が心配するようなことは何もない。安心材料として残ってくれたってこと？ありがたいな。何か起こると思った、てっきり俺が言いたいのはそれだけど。あー、なんか、おかんがするんじゃないの？ありがとうボスキー、嬉しいな。なるほど、やっぱりボスキーさんは優しい人ですね。ボスキーは優しいよね、なんだかんだ。ふん、今の話、他の連中には黙っとけよ。余計な心配事を増やすことはないからな。うわ、ボスっきらしい。男前。コンコン。でも本当に優しい人は、別に認められたくて優しくしてるわけじゃなくて、素で優しくできるんだよね、こうやってね、ボスっき。誰だろう、後で。ティーパック8倍に濃くした紅茶入れてあげる。主様。お、アモンモンじゃん。主様、アモンっす、失礼するっすよ。いつも失礼しちゃって。あれ、アモンさんが戻ってきたみたいですね。あ、早くないのか。え、まだ全然立ってなくない？はぁ、いや、参ったっす、あの人たち全然言うこと聞いてくれないんですから。あ、そうなんだ。アモン、アーモン、ファリンの警護をしてたんじゃなかったのかねえ。それは、それがファリン様、お風呂に入っちゃったんですよ。一緒に行きなよ、お風呂に。
トス、疲れているから今だからこそゆっくりしたいって。え、怪しいよ、あ、もうちょっと。まあそれはいいとしても、次女の人たちに近くにいたらダメだって言われて、なん怪しすぎない、ちょっと。いや違うよ、これ下心じゃないよ、普通に。マジだってお風呂とか四角じゃん、確実に。もうそれで追い出されちゃったんす。全く緊張感があるんだかないんだか。いや怪しいってマジ。なるほどな。ふむ、なるほどな。こんな時にわざわざ悪魔執事を遠ざけるとはねえ。お風呂入ってそんなことある？だって主人が連れ去られたんだよ。おい、汗でびっしゃびしゃだったの。何か心当たりはあるか、アモン。はあ、それが全然だから今はおとなしく従うことにしたっす。今まだ凝ってる素振りを、疑ってる素振りを見せたくないっすから。ああなるほど。今まだ淡水魚だとか、もっと淡水魚。それはどういう意味でしょう。もう疑ってるんだね。アモンさんはハリン様のことを何か疑ってるんですか。いや怪しいでしょ、あの人。確固たる証拠はないですけどね。どこかうさんくさいとは思ってるんです。いやそうだよ、美人の顔も3日までっていうよね。まあそれが何なのかわからないし、今は当主を救い出す方が先決ですけど。穴とかケツとか。ああアモの言う通りだ、穴とかケツとかお風呂とか、うん、今はともかくハウレスとフェネスの報告を待つことだな。あー確かに、ボスケも気になってんだね。そうですね、いろいろ考慮した結果言ってくれるのか。あの二人もう洞窟を見つけた頃でしょうか。さすがにうまいんじゃない、穴場は。穴場スポット見つけるのうまそうじゃない、あの二人。穴場フェチみたいなところありそうだし。ザザ、ふむ、あれか、ボスキの言ってた洞窟は あったんだ。洞窟、洞窟は本当にあったんだね。うん、地図の印とも一致してるね。変わってない、変わらないものもあるんだね。川から少し離れた場所、森の切り立った崖のそばにある洞窟で、しかも最近人が通った形跡があるか。え、逃げられたじゃん。なんだと、それは本当か。え、何、え、そこってなんか、え、防空壕みたいになってない、実は。奥が行き止まりとかさ。ほらここ草が倒れてますよね。はい、それに枯れ木を踏んだ跡もあります。ただ問題なのは、え、ここまで見逃す、ちょっとねえ。これが意図的に逃がしてないんだとしたらガサツすぎるし、意図的だとすると味方疑った方がいいよ。ならばここ貴族さらいが通ったに違いない。急いで追いかけなくては。もうこうてこうて、こうてに大手をかけて、全員洞窟に突入、当主様をお救いするので。ちょっと待ってよ、崖崩れとか心配ある。おい、うわ、行った。ええ、ちょっと引いてるじゃん、ショコタンが。まずいな、止める間もなく行ってしまった。ほら常識人に惹かれる時が一番人って傷つくからね。でもそれを何とも思ってない、やっぱりメンタル惹かれてる。フェネス、王座フェネス、まずは彼らを落ち着かせるんだ。あーそうだね。え、崖崩れとかあるよね。うん、分かった。え、何ここ、え、綺麗。わ、上見てんのこれ、下見てんの横。え、マントにな、え、なんかこれすごい錯覚する。上見、天井見てるようにも見えるし、床を見てるようにも見えるし、壁を見てるようにも見えるんだけど。えい、邪魔をするな、もたもたしてると貴族さらいに逃げられるではないか。いや、もうその失態を犯してんの。はい、落ち着いてください。貴族さらいはこれまでも幾度も追跡を逃れてきた相手、それがあんな分かりやすい痕跡を残すなんて明らかにおかしい。罠か。はいはい、ひょっとすると罠かもしれません。いやー、
るわ。洞窟って一番罠仕掛けやすいと思うよ。罠だと？罠。そうですね。罠。かっこ罠。とにかく先行した兵士を呼び戻してください。安全を確保するためにも、まずは俺たちが偵察を。ここ、え？あっ。この音は。え？ディオブランドが出てくる時の効果音。まずい。地響き？まさか。頂上。え？何？なんだ？何事だ？隊長大変です。洞窟の入り口が岩と土砂で塞がれました。え？これはな？なんだと？え、殺す気だったってこと？ちょ、え？あのエルフさんは なんなの？侵入者？いや、でもあのエルフさんは殺す気ないってことは、入り口が塞がれた。閉じ込められた？え、でも出口あるよね。やはりこれは罠だったか。罠だ。セクシーな男め。全員警戒態勢。貴族サライはこの洞窟の先だ。出口はあるよね。急いで追いかけるぞ。誘拐された当主さんを救い出すんだ。非常口マークとかない？どっかに。走れ。ちょっと待ってください。うん。 なんだ悪魔執事。行くなって。ねえ、あの、落ち着きましょう。おそらく貴族サライはこの洞窟の先にはいません。いや、そ、本当にプライスでしっかりしてる。こういう時土砂に頭に当たったらどうする気だったの？自分で掘れる？な、何？ふむ。貴族サライは俺たちが洞窟に入ったのを確認して入り口を塞ぎました。だから殺す気はないんだろうね。ああ、もしも貴族サライの目的が俺たちの追跡を逃れることならば、俺たちが洞窟に入る前に入り口を塞ぐはずです。それなんだよね。誘われたね。 それは確かに。はい、アウレスの言う通りです。うん。おそらく貴族サライの目的は逃亡ではない。ファリン、ファリン。最初から俺たちをこの洞窟に足止めするつもりだったんですよ。あ、足止めだと。そうだよ、だって殺意ないじゃん。まず殺意ないのは明らかに分かってるよね。早く屋敷に戻らないと。ハウレス、入り口の岩はどかすぞ。無理だ、重すぎる。あー、そっか。痛そうだな。となると反対の出口から出るしかないか。ふむ。ああ、だが出られたとして屋敷に戻るには山を越えなければならない。ちょっと、ボスキが言うには丸一日かかるって。うーわ、大変だわ。山越え？く、急げ。早く出口を目指すんだ。このままでは当主様も屋敷にいらっしゃるファリヌ様も危ない。うーわー、これだ。え、丸一日とかかかりそうだけど、山越えんの。あ、はい。もっとかかる？ハウレス。ハウレス、俺たちも行こう。うーわー。ああ。ああ、屋敷の方は、ボスキとアモンを信じるしかないな。アルシ様、俺たちが戻るまでどうかご無事で。うわー、酸欠酸欠。え、綺麗。わ、すごい綺麗。ここにいると幸せが訪れる。ふむ、まさかこれほど早くこの洞窟を嗅ぎつけられるとは。あ、思ったよりも。想像したよりはるかに早かったの？どのぐらいの速さだったんだろう、想像してたのは。地元民に知っている人間でもいたか。いずれにせよ、罠を用意しておいて正解だった。予定よりは早まったが、これも計画の範囲内。悪魔執事の戦力を分断することもできたし、連中が戻るまでおよそ1日、この間に切りをつける。でも悪人には見えないんだよな。だって、サルディス家とか、サルディスサンバと違ってさ、人は別に殺めてないわけじゃん。でも貴族さない、さらえた貴族はどこ行ったの？さあ、青蘭家の当主よ。我が同胞たちの元へ案内してもらおうか。あ、やってるのかこれ。
もしもお前の情報が嘘だったら、猿グッズを外してその下を引き抜いてやる。うお、言うね、恐ろしい。あ、かわいそう。こうして舌を伸ばされ、長年そういう拷問を受け続けた結果、ヨッシーができた。うわ、あ、でも貴族はやってるのか、一応。うん、まあでもな、正直やっぱり貴族、サルジスと関わってた人たちはねえ、遅いな。確かに遅いっすね。結局まだ残党はいるんでしょ。こんなに長い時間お風呂に入ってたら体がふやけちゃうっすよ。だってそのまだ残党がいるとして、その残党がまだまた同じことを繰り返すかもしれないし、そのために被害者が増えるわけかもしれないでしょ。ねえ、あ、ファリン様の方ですか。てっきりハウレスさんたちの方かと。あ、ファリン。へへ、もちろんハウレスさんたちも心配ですけどね。けどいくら心配したところで、今の俺たちにできるのは待つことだけっすから。いや、確かにこの時代にスマホがあっても多分圏外だと思う。そうだな、そうだな。俺たちが注意を向けるべきは主様と、そしてファリンが何を隠しているかだ。いや、ほんとだよ。実は男性とか、ファリン様の隠し事、え、実は男性パターンあるんじゃない。ああ、だから、ああ、主様だって、うすうすは感じているんだろう。え、男性なの。あいつはどう思う、さんくさい。最初は俺の個人的な嫌悪感がそう感じさせるのかと思ったが、いやでもなんか分厚い化粧で寝られてる感はあるよ、やっぱり。なんか本音漏らしてないなみたいな。あんな素であんな人いるわけないんだから。闘志が消えてからの態度で確信に変わった。ありゃ、ただの貴婦人じゃねえ。いや、確かに。そうっすね、闘志が誘拐された時ショックで気を失っていたっすけど、あれも正直演技じゃないかと疑ってるっす。気絶したふりをしながら次の手を考えていたのかも。いや、あるよね。だっておかし、演技がピンキリすぎて逆に演技下手だよね。だとしたら急に立ち直ったり。僕には本気で当時様を心配してるように見えましたけど、猫にはわからないことあるさ。だって子猫ちゃんは視界はそんなに見えないでしょ、はあ、あれが演技だとしたら僕はもう皆さん以外誰も信じられそうにありません。あ、みんなは信じてくれる。ねえ、へへ、そんな俺たちも実は裏で悪いことしてるかもしれないっすよ。アモモはちょっと、アモモはちょっと悪ガキ成分あるよね。うわ、アモンさん怖いこと言わないでください。するわけないでしょ。えへ、ごめんっす。まあそんな冗談は置いといて、事件が落ち着いたらファリン様にも探りを入れたいところっす。うわ、これアモンモンとかあのエルフに捕まったら間違いなく舌伸ばされるね。もしかしたらアモンモンってあのエルフに伸ばされた結果舌が出てくる後遺症を負った可能性もあるよね。ああ、そうだな。俺たちがセーラン家に来た理由は護衛の依頼だけじゃない。サルディス家と関わりの深かったセーラン家が奴らの悪事に加担していなかったかどうか探る目的もある。いや、そこなんだよ、一番知りたいのは。え、セーラン家を探る。うん、セーランサーチ。この依頼が来た時ユーハンが言ってただろ。何、あ、久しぶりのユーハンだ。バックトゥーユーハン。セーラン家がサルディス家の悪事に加担を。うん、そんな疑惑はあるんですか。いや、あるでしょう。もちろんあの慎重な吹雪がサルディス家の秘密を他に漏らしたとは思いませんが、ですがそれでも諸侯同盟の貴族の中にはセーラン家は今もサルディス家とつながっているのではないか、そんな疑いが未だにくすぶっているのですよ。それだけ吹雪が長い間統治してたんだろうな、裏社会を。行方不明の吹雪は姿をくらましたままですし、実はセーラン家がかくまっていて
再起の機会を伺っているのではないかとね。え、吹雪はどうなったの？やっちゃったのかな？やっちゃえ、おっさん。そういえば、そんな話がありましたね。うん。本当に覚えてる、スカム。すみません。すみません。話が難しくて、正直全部は、あ、覚えてないんだ、ムーンちゃんは。とにかく、セーラン機が、サイディスケの実験、人体実験に関わってたかどうか、それを探って明らかにする必要があるっす。はぁ。そうだな。当然、セーラン機の当初は係を否定していたが、この屋敷に来てからのことを考えると、怪しいよね。まあいい。とにかく、当初を無事に取り戻してからの話だ。怪しい。絶対奥さんに隠れて不倫相手いるし、そうだね。うん。ああ、それにしても本当に遅いな。そうですね。え、そうですね。ちなみにどっちのことです？ハウレスさんたちかファリン様の方か？いや、さすがに、いや、どっちだこれ。ハウレス、プライスレスでしょ。両方だ。さすがにそろそろ様子を見に行った方がいいか。え、混浴してるって場合はないの？ボスキー的にはファリン様、プライスレス、ショコタン、あと兵士たちみんなでお風呂入ってるっていう可能性は考えない？ふふ、その必要はありませんよ。うわ、あファリン様全部聞いてる、もしかして。ああ、随分と長風呂だったな。今上がったのか？どう、ボディーソープの匂いする？いいえ、私、髪が乾くまで時間がかかりますの。髪剃ってあげようか？長くて美しい髪をお持ちのあなたならお分かりいただけるんではなくて？ごめんなさい。ふん、あ、かかるんだ、ボスっけも。そうっすね。よくわかるっす。乾かすまでいつも時間がかかるんすよね。アモンモンの髪は見えないタイプかな？それにファリン様はお肌のケアもバッチリみたいですね。うわー、やっぱり お姫様だからね。もちろんです。夫が無事に帰ってきた時、一番美しい姿で出迎えたいですから。まあ確かに、夫が帰ってきて奥様になぜか帰ってきた時、腕に入れ墨が入ってて丸坊主になってたら怖いか。それはそうと、先ほど洞窟の様子を見に新たに兵士を派遣しました。でも本当の愛は試せそうだよ。しばらく待てば報告に戻ってくるはずです。それまで引き続きゆっくり待つことにしましょう。なんでそんなゆったりしてるの？なあ、遊覧船かよ。本当に手際がいいな。それに余裕もあるねえ。買いかぶりですわ。私はただ気丈に振る舞おうとしてるだけ。それでも聞きたいことがあるならどうぞ遠慮なくおっしゃって。入浴剤は何を使ってますか？顔立ちのいい殿方に追求される、こんなに楽しいことはめったにありませんもの。え、面食いなの？顔立ちがいいですか？本当に変わった人だな。いや、普通にイケメン好きはいるんじゃないの？わかった。言わないけど。わかった。だったら遠慮なく聞かせてもらおうじゃないか。うん、どうして貴族サライが必要に静乱機を狙うのか、どうして領内の封鎖を当主不在の中でこれほど手早く手配できたのか。早すぎだよね。ああ。それに他にもある。侍女たちが言っていた生まれるという言葉の意味。生まれる、何生まれるって。生まれる。おい、フェネスから聞いたが、あんたはムーのそのことを聞かれた時知らないと答えたらしいな。ねえ、生まれる。え、新しい朝ドラの名前もしかして生まれるって。あ、生まれる、あ、生まれる、生まれる。本当に知らないのかよ。ああ、ひょっとしてあんたなら全て心当たりがあるんじゃねえか。ありそうだよね。アリーナス、心当たりがアリーナス。ふふ、さあそれはチャベル。何？あれ？うん、この、何、結婚したあたりか。鐘の音？そうですね。そうみたいです。
でもどうして突然結婚したんだよ誰か。この金は警告音、あ、警告音、うん、警報音どういうことっすか。金と地下の仕掛けがつながっているのはどうやら貴族サライが屋敷の地下に侵入して下にいるんだ。もうエルフが、あなたでも好きじゃない、イケメン好きだから多分簡単にさらわれるんじゃないの、ファリン様。え、え、屋敷の地下に、うわ、マリオならデルン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 っていう BGM 流れてるけど違う。なるほど、あの屋敷にこんな抜け穴があったとはな。うわ、かっこいいなこの人、正統派の美青年って感じする。ここを通っていけば屋敷の地下にたどり着けるわけか。エルフってみんなかっこいいのかな、こういう風に。この人が特別なだけ。今猿グツは解く、だがもし騒いだら分かっておろうな。何年生きてるんだろう。うわうわこの先に我が同胞たちが囚われている。間違いない、同胞たちが囚われてる。ああ、そのとおり。うーわ、何やってんのセイランケ。え、何、寿命を伸ばす実験とか。商品はここを通って外に搬出され、川で船に積まれ出荷され。うーわ、やってんな。あの扉の先だ、私のこの鍵を使えば中に。真っ黒だった。待て、その場で止まれ。うーわ、え、じゃあもうエルフ出荷されてるかもしれないってこと。え、なんだ。ふん、足元に貼られた針金、警報装置か。あ、逃亡者を感知するための警報をわざと鳴らし助けを呼ぼうというわけだな。小賢しい真似を、我の目をごまかせると思ったか。うわ、頭いいね。ちょっと殴った。うわ、かわいそうだとは思えない。無駄な小細工はよせ、無様なだけだ。貴様も当初を名乗るなら潔く自分の運命を受け入れるがよい。さあ、その鍵で扉を開けよう。我の同胞を返してもらおうぞ。ちょっと待って。は？何？え？だ、誰もいない？バカ。は？貴様、最初に言ったはずだ。嘘をついた時は殺すと。ま、待て、待ってくれ、こんなはずは。そうか、ファリンのやつが。あー、お風呂に、やっぱそうだったんだ。お風呂って何？ファリンだって。マジでさ、サイコパスキラーなところない？じゃあ、ファリン様。なんか、すごい面食いだったり。エルフが全員美しかった場合は、絶対ファリンの標的になるはずだよね。そうだ、おそらく私の妻が商品をどこかへ移した。商品だって、今朝までは確実にここにあったんだ、信じてくれ。ひどい言い方、商品なんて。そうか、貴様の妻がな。それならば次はその女に聞こう。貴様はもう用済みだな。用済みを。え、同胞たちを救出した後、貴様を人質に領地の外へ逃げるつもりだったが、いやでもこれはしっぺ返し食らってるだけだよね。その役目はお前の妻にやってもらおう。貴様はここで消えてもらう。ひぃ、助けて。別に殺しが趣味ってわけじゃないんだ。では最後のチャンスをやろう。同胞たちはどこだ。アタックチャンス。知らない。いや、すぐにわかる。私が妻に聞いてやる。だから早まったことはするな。ちぃ、この怯えをどうやら本当に知らぬか。何このエルフ、強そう。マジで、花丸くんとどっちが強いんだろう、このエルフ。バッタ花丸くんと当主の妻、今はおそらく悪魔執事が護衛してるはず。うん、いたし方あるまい。できればあの連中とはことを構えたくはなかったが、やっぱ敵対はしたくないんだね。うん、いやでもセーラン、正直セーラン機同情できないな、これじゃあ。
かわいそう。うわ、こんな無実の罪を着せられてかわいそうとかならないしな。優実だしね。おい、この警報装置を鳴らせば上に伝わるのだな。自分で鳴らしたのこれ。は？な、何を？なんでこんな綺麗な音色にしたんだろう。もうちょっと緊張感持たせればいいのに。来た。へえ、すごい。屋敷の地下にこんな広い空間があったなんて。どう？エルフの匂いする？けどどうして今まで教えてくれなかったんです？言えないからだよ。ここは秘密の脱出路なの。屋敷で何かあった時に逃げるためなのよ。うわ、言ってない。本当は部外者には教えてはいけないのだけれど、今は非常時だから。うん、どこの貴族も考えることは同じか。感づいてるね。だがただの脱出路にしちゃ無駄に広すぎる気がするのかな。うわー、賢いな。あそこに誰かいるっすよ、主様。あれ、投資様と隣でナイフを突きつけてるのは。来たか、悪魔執事とその主。悪いやつじゃないんだよな、この人。あなたは？主様？主様、もしかして。あったね。あの人のこと知ってるんですか？うん、なんかさっと消えたの、本当に風のように消えてった。肩で風を切りながら消えてった。うん、待てよ。白い髪に白い肌に白い衣装、全部白い。それにとんがった耳、もしかしてあの人、西の大地の警告の民なんじゃ。え？あれ、警告ってさ、入っちゃいけないってところだったよね、確か。あ、違うっけ？あのエルフたちが言ってた、あそこには入ってはいけませんよみたいな。その通りだ。果実は西の森で世話になったな、悪魔執事の主。あ、はい。セクシーな格好してますね、やっぱりあの時の。うわ、それじゃああの時主様が助けた人が僕たちがずっと探していた貴族サライだったってことですか？貴族サライ、どうなんだろうね。すごい偶然っすね。というか、どうして警告の民が貴族サライを？仲間のため。理由なら貴様らの隣にいるその女がよく知っているはずだ。ファリン様が？うわ、ファリンだ。さあ言え、我が同胞をどこへやった？言わなければこの男を殺す。まあ、待ってください。そんなことを言われても私には何のことだか。化けの皮剥がれる？警告の民とか同胞とか一体何のことですの？え？この後に及んで白を切るか。いいだろう。白髪の青年のナイフが闘士の首筋に当てられ、俺とムーは思わず顔を背けてしまう。うわー、ナイフで痛そう。時間かかるだろうね、切るのも。ヒー、ファリン、カモン、教えてやるね。ここにあった商品をどこへかへ移したのだろう。だったら正直にこいつに教えてやるんだ。すべて処分しました。え？なんだと？やば！生首とか飾ってあるんじゃないの、もしかして。真実。処分しただと？ファリン、それはどういう。だって昨日閣下がおっしゃったではありませんか。地下の商品はすべて処分し、証拠をすべて消し去るべきだと。ですから私、閣下の判断に従って証拠の隠滅を。待て、ファリン、今のは何かの間違いだろう。すべてを処分したわけではないのだろう。まだ生きているのがきっと何体か。うーわ、やっぱ当主もやべえし、これ奥さんもやばいわ。怖っ、映画のパラサイトじゃん。いいえ、念入りに処分しました。だって閣下の判断に間違いなどあるはずありませんもの。いや、本当に閣下を守りたいんだったら今こんな不必要な発言しないよね。絶対ファリン来るもん。全て燃やして痕跡をも残していませんわ、ファリン。うん、あの主様、僕怖くて見ていられないんですけど。いや、本当だよ。これはあれだからね、
相棒とかその事件ドラマじゃなくて世にも奇妙な物語に出るタイプの事件だからね。さっきから言ってる商品って一体何のことでしょうか。人を商品ってサルジスケと一緒、大事なものみたいだね、うん、はい、あの貴族サライの人がそれを取り戻そうとしてるのは分かるんですけど、とか被害者だよね向こうは。それをファリン様が処分したってことはあの人すごく怒るんじゃ。おいや怒るに決まってるよ、そりゃ全て燃やしたか。悪魔執事の主よ、お前に聞きたいことがある。はい。え、俺？そうだ、今日この屋敷の近くで何かを燃やす匂いがしたか。いや、しなかったよね。なかったよね。あるいはどこかで煙が上がってるのを見たか。いや、ない。のろしも上がってない。特に何も。だろうな。いくら緊急時とはいえ、すべてを燃やすにはそれなりに準備がいるはず。この状況でわざわざ嘘をつくとは、よほど我が同胞たちを返したくないか。え、何？え、サイコパスなの？サイコパスキラーってやつ？それとも、あえて我を怒らせたいのか。どちらにせよ、食えぬ女だ。ね、もう夫も見殺しにして。ふふ、顔がいい上に、冷静で頭も切る。面食いだわ、素晴らしいわ。私のコレクションに加えたいぐらいよ。どういうことだ。では処分していないのか。生首だけあんのかな。ええ、もちろん。だって私の大切な商品ですもの。侍女たちに命じて安全な場所に移動させてますわ。どうかご安心をかくか。侍女もグルなの？えっちゃん、何この。ファリン、ふざけるな。私を殺す気か。はい、そうです。うふ、わめくのはおよしなさいな。まだわからないの？私たちの運命はもう尽きたの。あとは終わり方を選ぶだけ。え、なんでこんな堂々としてんの。胸を張れるような人生じゃないでしょ。さあ、悪魔執事の皆さん、勘のいいあなた方ならもう話の大筋は見えているでしょ。え、だからエルフたちを奪って、で、そのエルフたちを奪ったことも隠して狙われていたにもかかわらず、悪魔執事になぜか被害者面で依頼してきて、その被害者面したまま警護を任せていたら、ここで全てがバレて、もう全て大終わりってことでしょ。クソ野郎じゃん。びっくりしちゃった、クソ野郎すぎて。だってさっきから軽蔑の眼差しをひしひしと感じますもん。いや、びっくりしてる。ティア表があったら多分サルディス吹雪と並ぶかも。そうっすね、まだ想像の息を出ないっすけど、以前西の大地で警告の民と呼ばれる人々が大量に誘拐された話を聞いたっす。あ、待って、あったかもそんな話。え、でもあれってなんか誘拐犯がいたから、じゃあれってこの人だったの？え、じゃあさ、誘拐犯がエルフとか誘拐してたでしょ。なんだっけ、人形のイベントだっけ。え、あれもこの人たちに送るため。その民の一人が同胞を返すと言っている。ああ、要するにあんたらはやはり噂通りサルディスケと同じ穴のムジナだったわけか。うーわー、おい、臭いと思った。奴隷狩りと人身売買、目的はやはり強化人間の育成か。やめようよ、強化人間とか。あら、失礼ね、そんなつまらないことに興味はないわ。何？この世界をイケメンだらけにするの？ほら、あの透き通った肌を見て、それに美しい青い瞳、端正な耳の形。美しいものは手元に置いておきたい、増やしたい、誰かと共有したい。え、何？出世主義みたいな、なんか顔がいい人だけを残して世界を作ろうとしてる、もしかして。それが人間の性ではなくて、その願望のために我が同胞たちを慰め者にしたというわけか。許されんな。許されませんよ。逃げ延びた仲間から聞いた、彼らの中には望まぬ出産を強いられた者までいたと。うーわ、くー、なんだ、え、なんで、どうした。MBTI 診断受けても16種全部の結果出そうだよね、この人。ああ、後輩のことだって、品種の改良には必要なことで。え、
私は美しい存在が見たい。そして美しいものには工事家たちがお金を出す。ただの人身売買よりもえりすぐりの美しい人間を売った方がずっと大きな価値を生むの。やっぱ、じゃあ自分でやれば？あなたも美しいんで。その財力をもとに青鸞家は発展した。グズな夫を操縦するのは一苦労でしたけれど。え、なんでさ、じゃあ、あれ、ボスッキーのお母さんと似てるの？関係ないの、全く。なんだと？他人の空に？あら、聞こえなかったかしら？頭だけではなく、耳まで悪いのね。まあいいわ。ねえ、悪魔羊の主。うわー、まあ正直、青鸞家の当主はどうでもいいけどさ。ね、セーラン家の当主はどうでもいいけど、うーわ、やばいね。なんですか？凶悪すぎて。悪魔執事に命じて、あの綺麗な白髪の殿方を生き取りにしてくださらない？は？あ、夫はどうなっても構わないわ。私が守りたいのは、私の事業と商品だけだから。え、嫁いできた理由もそれってこと？もし叶えてくれるなら、お礼はあなたの望むがまま、いいかしら？ファリン貴様。うわー、でもあなたは別に怒る権利ないよね。だって悪魔執事を裏切ったわけだし。お断りします。うん、断ります。そうよね、やっぱりそうなるわよね。はあ、これで最後の望みも絶たれちゃった。あとはいつどうやって終わるか。え、なんでこんなに肝据わってんの？断頭台の露と消えるのも悪くないけど、どうせならいい音。いい音。ちょ、どこへ行くつもりっす？トイレとか言わないでよ。貴様、何のつもりだ？おう。ふふ、近くで見れば見るほど本当に美しいわね。ねえ、あなた、私のことが殺したいほど憎いのでしょ？だったらこの場で殺してくださいな。どうせ私の人生ももうすぐ終わり。は？だったら人生最後の光景は顔のいい殿方の冷たい視線もいいかと思って。ジョーカーでしょこの人。ジョーカーだよね。イカれてる。お前がいいな。気に入らんな。貴様に言われるまでもない。同胞たちを苦しめた罪はその地で贖ってもらう。ただし、うん、我の同胞たちをどこに移したか、それを聞いてからだ。ああ、そうだったわね。ここにあった商品なら川まで運んで船に乗せたわ。行き先は私の実家の屋敷。そこに見張りの兵士や侍女と一緒に移してある。はどんな、やばくない？どんなさ生活してんだろう。どんな待遇受けてるんだろう。言うことを聞くようにしつけはしてあるけど、見た目は美しく保っているから安心して。もうよい。貴様の言葉を聞くだけでヘドが出る。そこに直れ。お、剣の人、今すぐその首を跳ねてやる。いや、それは当然ごもっともでございます。え、どうぞお好きなように。うわっ、うわっ、主様、もう見ちゃダメ。全く恐れる様子のないファリン様の目の前に白髪の青年が静かに歩み寄る。いや、それはもう、持っていた剣を構え、首に向かって歯を躊躇なく振り下ろすと、目をそらした俺の耳に聞こえたのは金属と金属がぶつかる音だった。なんで？貴様、何のつもりだ？うん、なんで？ふん、それはこっちのセリフだ。ボスキー。あ、でもそっか、ここで殺しちゃうとまた悪魔執事の悪い噂が立つか。あ、そっか。恐る恐る顔を上げてみると、白髪の青年の刃をボスキの刀が受け止めている。またこっちに被害来るし。どうやらファリン様が切られる直前にボスキが割って入ったようだ。悪魔執事、この女の悪行はお前たちも聞いていただろ。うん、それでもなおこの女を守るつもりか？はあ、守るだと？そんなこと考えちゃいねえよ。護衛の仕事は関係ねえし、ヘドが出るのも同じ意見だ。だがな、おい、うちの主様の前で血生臭い真似すんじゃねえよ。うわ、ボスッキー、見せないために。うわ、どうなるんだろう。
え、このエルフって目とか充血すんのかな。白のままなのかな。充血しても血とか白いのか。目の前で人の首なんて離れられちゃますます眠れなくなるだろうが、まあ、確かに怖いよね。ボスキー、ふん、だったらお前たちの主をさっさとどっかへ連れて行け。あとは我が片付ける。こっから先は我とこやつらの問題だ。でもこれ任務失敗、どうなんだろう。うん、かもな。だが一応忠告だけはしておく。こいつらが二人とも死んじまったら悪事の証人がいなくなるが、それでもいいのか。おう、証人など必要ない。犯人が報いを受け同胞たちが無事に帰ればそれでいい。なあ、お前はそれでいいかもしれねえけどな、ここの領民たちはそうは思えねえだろ。慕っていた領主夫妻が殺され、しかも後から実は裏で悪事をしていたと知らされる。いや確かにね、はあ、はい、そうですかとはならねえだろ。絶対に後でめんどくせえことが起き、いやそうだよね。しかもこのエルフがまた悪者にされるけど、やれ悪魔羊の仕業だ、中央の貴族の陰謀だ、でっち上げだ、あるいは警告のために犯人の引き渡しを要求するか。ああ、そういうごたごたを全部回避するためにもこいつらの罪は公平な裁判の場で明らかにした方がいい。いやその通りだと思うけど、時間はかかるだろうが、どうせ罪を償うことになるんだ。それまでこいつらを生かしておいた方がいいだろう。被害を受けたのは我の同胞だ。処罰を他人に委ねるつもりはない。うわ聞かないな、なんか尖った民族みたいな感じするね。分かったらそこを引け。うわお互いのどっちも間違ってないですけども、合理的に考えるとボスッキーが正しいと思うけど、でもこのエルフの気持ちもねえ、だってやられてるんでしょ仲間。ったくたく頑固なやつだな。そのでかい耳は飾りかよ。一応補足するっすけど、俺たちは貴族サライを捕獲することも依頼されてるっす。あのさ、でもまあそっちの事情も分かったんで、ここで手を引いてくれたらあんたのことは見逃してやってもいいっすよ。わもんもん。もちろん目の前で誰かが傷つけられたらさすがに犯人を見過ごすわけにはいかないっすけど。いかがっすか。どうっすか、後の始末は俺たちに任せてもらえないっすか。引き下がらんだろう。断る。お前たちのことを完全に信用したわけではない。まあだろうね。忘れるな、この場の主導権は我にあるのだ。うわすっごい剣もエルフの方が長いんだろうな。ひ、いや、やめろ。とりあえずこの当主はどうする。ちょっとうるさいな、このアナウンサーというか実況者。もう、あちゃー、ボスキさん並みに頑固な人みたいっすね。うん、あらあら、膠着状態かしら。ふふ、困ったわね、お前のせいだ。うん、あんたは黙ってろ。あ、主様、一体どうなるんでしょう。わからない、CM の後で。白髪の青年は当主を人質に取りながらじっとボスキたちの様子を伺う。いや、でもこの青年の言うこともなん、別に否定したくない。だって被害者だしね、彼は。そこには少しの油断も隙もなく、さすがのボスキとアモンも手を出せない様子だった。あ、そんなに強いんだ。こんな膠着状態がいつまで続くのかと感じ始めた時、聞き覚えのある音が地上から鳴り響いていた。え、この音は何。あ、天使の警報だと。ち、この時に。嘘でしょ。やばいやばいやばい。え、なんすか今の響き。え、待って、あの夢って予知夢。うん、韓国風に言うとヨッチャム。ヨッチャム。どうやらただの天使の来襲じゃなさそうだな。スライムだよ。例の新種の天使か、あるいは。うわ、これヨチム、ヨッチャムじゃ。あ、ファリン様が逃げちゃいました。はや、逃げんのあいつ。裸足だから。今地上に出たら危ないですよ、外には天使が。逃がすか貴様だけ。いや、やばくない、ちょっと。どこ、え、ギャー、痛い。うわ笑っちゃダメだよ。
うわ、ついでに白い髪の人も追いかけていっちゃいました。うわー、あの人ちょっとかっこよかったな。当主様は解放されましたけど、すごく痛がってます。まさか、おった?あんたじっとしてるっす、傷の具合は。はぁ、なんだ、肩の関節は外されただけっすよ。よかったな、それで済んで。命に別状はなさそうっす。多分こっちの隙を作るためにわざと人質が痛がるよう仕向けたっすね。痛がリストだからね、彼は。ああ、どうやらあの白いやつは狙いを主犯に切り替えたようだ。うん、切り替え上手のエルフさん。それでどうしましょうか。逃げた二人を追いかけるか、それとも、うん、俺たちは悪魔執事だ。依頼よりも人命救助と天使狩りを優先する。うわ、ボスキー、さすがこういう時頼りになりますね。いや別にあれだよ、危機の状態だから言ってるわけじゃないよ。私はボスキーにいつもすごいって言ってるから。おい、そのなんか ATM で使ってるみたいな、なんか力目的で使ってるみたい な関係で思われると心外ですよ。おい、当主様はここを動くなよ。少なくとも地上よりは安全だ。ま、待て、まさかこのままここに置いていくつもりじゃないだろうな。いや、それをまだ罪は償ってませんよ、あなた。肩が痛い、早く医者を呼べ。いません。はあ、死にはしねえって言っただろ。まあ、あんたが今後どうなるか知らねえがな。いいな、逃げようなんて思うんじゃねえぞ。いや、そうだよ。足持っとけばよかった。げえ。主様、俺たちは地上で天使を迎え撃つ。主様、力の解放を。はい、わかった。アリーナス、天使を全うせよ。寿命を生きろ、アリーナス。バレヘンマンマンマリンナリンマリンナリンナンブレンダンバンバレンディバレンディバブバレンディラマンバニーハミハアムネアンヌハミハ。オッケー、それじゃあ一緒に地上に出るっすよ。あ、一括でやったな。アリ様は地下に隠れていてほしいところっすけど、ここにはあの当主がいるっすからね。まあ、確かに。ち、ああ、肩が外れているとはいえ、バラガキで何をしでかすかわかんねえ。うわ、肩強いんだな。元野球部か。かといって、拘束しておく時間も道具もねえし、悪いがムーと一緒に来てくれよ、アリ様。はーい。はい。はい、地上に出たらすぐに主様を安全な場所にご案内しますね。でもこの主優しいな、なんか。ありがとうみんな。痛みで悶絶する青鸞家の当主をその場に残し、俺たちは急いで地上へと向かった。ぐっ、こんなところで終わってたまるか。今のうちに。このさ、主様なんか誰にでも優しいよね。私がその場にいたらもっと言っちゃうかも。うわ、イケメン対決じゃないこれ。どっちも白いし。出てこい、悪魔執事。お前たちがこの建物にいることは分かってる。うわ、え、スローン、え、なんでセラフィンじゃないの。それともこのままイケメンになりたいか。なりたくない。うわうわ、地響きの正体はあいつっすか。引いてるじゃん。うん、言葉は操る天使だが、以前に雪山で会った2体とは違う。あ、初見となると、あいつが第三の知能天使、スコーンってやつか。いや、スコーンじゃない。スローン。ボスキさん。スローンっすよ、ボスキさん。別邸組が追い払ったって話っす。え、そうだよ。スコーンだと、ボスキの大好物になる。はあ、ただ、あんな武器を持ってるなんて聞いてないっすけど。俺も初め、武器なんてあるんだね。今何持った？はい、確かに以前は持っていませんでしたが、なんで武器持ってんの？あ、本当だ、剣持ってる。ふん、建物を壊した程度では出てこないか。しかもぶっとい剣持ってる。そういえば、他の人間を襲っていれば向こうから現れるとセラヒムが言っていたな。え、ブリーチ方式とは違うんだこの世界って。ブリーチは剣が細ければ細いほど強い。なるほど。からね、試してみるか。まずは手近な人間から。いいんだ、誰か助けて。この兵士は知ってたの、その悪行。まずい、逃げ遅れた人たちの方へ向かっていくみたいっす。まだこの兵士たちは何も知らない可能性あるからね。うん、主様、ムー、建物の中に隠れていろ。わかった。うーわ、なんだこれ。主様、主様、こっちです。大丈夫。うわ、これ4人で行かないときつそうだけど。おいおい、スコーン、
別邸組にコテンパンにやられた天使が何のようだ。いや、すまんです。まだやられたりないってんなら、今日は俺が相手してやるよ。いや、ボスキー強いけどさ。だって、花丸くんでも結構きつかったよ。ふん、ようやく出てきたか、悪魔羊。バッタ花丸くんでも、3人ぐらいでかからなきゃ、厳しかったよね。うわ、なんか怖っ。おー、あろー。